方というのは大陸から奈良家に、まあ、青銅製の、まあ、直刀というもの、これから鉄製になって、本当に今いう日本刀という姿になったのは平安中期から末期頃、作者で言えば後期の安綱、京都三条の宗近あたりが一番銘が入ったきちっとしたものがその時代だろうと、そんなふうに思います。太刀というのは腰にぶら下げるというんですね、刃を下にして、そういうのが太刀であって、まあ、長さから言いますと2尺5、6寸のものが、まあ、一般的に太刀と言われておりまして、後に刀が出てきるんですが、刀というのは室町に入ってから多く出てきたものでして、これは腰に刃を上にして刺すという、そういうのが刀なんですね。長さから言いますとやはり2尺3寸4寸というのは上寸とされております。一気に抜くという時にそれ以上の長いものだと抜き切らない、一度では抜き切らないというのがありましてね。ここにも展示されております無名になったものがあります。それは三尺以上の長い太刀をですね、後世刀に仕上げるには柄の方を切りますので、やはり無名になって伝来されているものが多くあるわけですよね。日本刀というのは芯金と皮金がありまして、芯金には柔らかい鉄を入れ、それで皮金は硬い鋼を包み込みましてね、それでまあ焼きを入れているわけですが、この焼き入れについても、あの全体を焼き入れるんじゃなくして、刃先だけを焼きが入るような、そういう工夫がされておりますのでね、よく切れ折れず曲がらずという日本刀独特のものが、これは大変な発明じゃないかなと、他国にはないものだと、そんなふうに思います。まずは姿で時代をつかんで、地金の構成、それから刃文によってどこの国のどういう作者だということを推理して当てるというのが入札鑑定の競技になっておりますね。20年以上前まではですね、おじいさんおばあさんがうちの蔵に刀が出てきたと、まあこんな怖いものは本当に困ったですわってよく言われたもんです。最近になって若い女性が刀に対してものすごく興味を持たれて見えるということは、本当にその点ではありがたいなと、そんなふうに思っております。鉄を最高に表現しているのがこの日本刀だと、そんなふうに自負しております。だから決して武器じゃない、怖いものではないということを皆さんに知っていただきたいと、そんなふうでこれからも展示をしてご理解をしていただきたいなと、そんなふうに思っております。